これが、あの煮干し、これで出しておきます。もともと入れてなかったっぽいんですけど、僕らの代になって、これ出し使ってます。うん、僕も彼も一応21で今年22になります。幼馴染みたいな感じで、幼稚園からもう高校まで全部一緒なんで、3歳ぐらいからもう18年間ぐらいの付き合いになると思います。お店はどういうきっかけで？きっかけは、まあ、前のオーナーさんが、まあ、ちょっと他の人に代替わりしたいよっていうこと でたまたまその、まあ、仲介をしてたのが、まあ、自分の父親で、もう本当振られた瞬間にもう、あ、じゃあ俺やるわっていう、もうそこで食いついて、まあ、ラーメンはもともと好きだったんで、まあ、ちょっとこういう挑戦してみようかなと。彼もともと大学生でなんか一緒にやりたいねって話をしてて、まあ、そのタイミングでこういう話があって、で、まあ、ちょっと一緒にやってみないかっていうことで、そしたらもう、いや大学やめるわっていう話で。のテコテっていうよりも魚介のちょっと風味したあっさり系。これどんぐらいの時間煮るんですか？10分ぐらい。全然煮てある。魚介煮るっていうの？まあ、県朝ごはん。
Thank you.
がとうございました。ラーメンがとても美味しいところ、いつ来ても同じクオリティ、もうオールウェイズ満点出してくれるお店いつ来ても美味しいもの食べれるって幸せなことよ。お待たせー。